はい、ではですね、こちら、はい、マイクも OK ですね、入ってますね、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、ではまた先ほどのように、こちらですね、オープニング入って、で途中から、ではお任せいたしますので、では26分間です。ではテープ回ります。さあそれでは、さあそれでは、2本目、改めましてじゃあ元気出していきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。ここは那覇にある小さな研究所、わらば研究所。毎回毎回ゲストさんを招いて夢を語ったり、そしていろんなおしゃべりをしたり、さあ今日はどんなお話が飛び出すでしょうか。12月の13日でございますね、わらば研究所、当研究所代表戸締役ケイシーでございます。よろしくお願いいたします。とそして、当研究所の、研究所、所員この方でございます。お願いします。はい、ガラコウジュンです。はい、先週すごかったね、ゆうこくさん、ね、いやプロ意識を感じたよ、ね、あのさ、はい、あの今目の前にさ、みんなあの、はい、ペットボトルがあると思うんだけど、はいはい、俺これにもプロ意識感じるよ。リュウさんのペットボトルのラベルが剥がされてるわけ、はい、これあれでしょ、あのなんつうのスポンサーさんへのこの、ね、スポンサーがための配慮ですよ。なるほど、ね、すげえプロ意識感じると思う。なるほどね、これね、そのままつけたらね、テレビとかだったらあとモザイク感のあれね、そうスポンサー絡みだったらね、いや参った、すごいよプロ意識だねえいやいや、でもそんなリュウココさんがね今週も来てますけども、はい、今日は何するんですかね。今日はですね、うん、もうね、あの前回のあのそのプロ意識をですね、うん、そのままね、ラジオにね、パーソナリティで活かせないかということで、おはい、誰に、そうなんです。まだ早いよ。いや、どうかな、でも、冗談じゃねえよ、おい。いや、俺たちのこのね、領域をもしかしたらね、入ってくるかもしれないですよ、でも。なるほどね。はい、でも、先にね、ちょっと今ね、今ちょっと2人聞いてみましょうね。うんうん、そうだね、やりたくないかもしれないしね。はい、では、改めまして。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、では、ちょっと改めまして自己紹介お願いします。はい、リュウ14歳、リーゼント歴10年中学2年生です。よろしくお願いします。いや若い。そしてここ12歳ポニーテール歴9年若い、まだ12歳か、先週も12歳だったよね、まあ、これが13歳ですよきっとね。そうか、そうですよね、若いな。いやね、もう本当、ね、もうこれがですよ、もう、うん、これからのねラジオ界をねきっと音楽界をね背負っていくんですよ。いいね。うん、で、うん、で先にこのラジオのきっかけを与えたこの番組って後でねきっとね、あの、うん、自慢できますよ。あ、そうだね、うん、そう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 。でだから今のうちにもうめちゃめちゃ、うん、オンを打っときましょう。で今日は何、あのラジオあのまあ、うん、流行語といったらやっぱ音楽ですよね、うん、音楽とやっぱその DJ ね、そうだね、挑戦してみようということで、うん、いずれやるだろうな、本当にね、冗談抜きでやるかもしれないですね。あのこれはですねやっぱりね、うん、今日はちょっともう実験的なちょっと試みで、うん、まあ、これができるのも、じゃあ俺たちをどうするの、黙っとくの、うん、それがいいかもしれない、うん、なるほどなるほど。もうやっぱこれここはもうこれはフレッシュなね、あ、任せようか、あの呼ばれたらねやめましょう。ゲストとして呼ぶか、そうそうそう、自分たちだけやるかも、任せようか、それはね、そうですね、それか後でねもう黙って切っとくとかね悪い大人でございますはい、ではですね、改めまして、このわらば研究所、協賛はですね、居酒屋フードバー七福神謎の Y 先生の協賛でお送りいたします。ありがとうございます。さあちょっとジングルを聞いていただきまして、うん、この後いよいよ、スタートいたしますよ。さあどんな、放送内容になるかのお楽しみでございます。ではちょっと一旦ジングルを聞いていただきます。どうぞ。
ちゃ。わらば研究所。いやだ。たくみたくみたくみ。うんち。おっと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 、大変失礼いたしました。ですね、曲がと、これはですね、すいません、ちょっと言ったんで、もう一回ジングル聞いていただきますね。申し訳ございません。では、まあこれもね、ちょっとすいません、わらば研究所ならではのハプニングでございます。ではこちらをお聴きくださいませ。それではじゃあここから、はい、自分たちが、はい、皆さんこんにちは、リュウ&ココです。はい、それではリュウ&ココ、リュウのここだけの話ということで、はい、さっきケイシーさんからいただいた案を使わせていただきます。はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今回自分たちがリュウ&ココが、はい、DJ として、やらせていただきます。よろしくお願いします。はいそこで、はい、今回はじゃあケイシーさんと、はい、ケイシーさんとこう、コージュンさんに、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい、今お届けした曲はクレイジーケンバンドのナンバーから早松イストをお届けしました。
ということでここでケシーさんとコジュさん、はい、あ、おー、ブッキーさん、はいはいはい、どうも、コジュンです、どうも、はい、はい、どうも、はい、クイズを出したいんですけど、あ、そうですか、お、はい、じゃあ、第一問目、チャラン、はい、ベンダーミラーのセドリックってどういう意味でしょうか、ええ、ベンダーミラーのセドリック、ベンダーミラーのセドリックとね、これは、え、これは正統派でいいんですか、これボケなしで、あ、ボケありでお願いします、ボケありかい、ボケありかい、フェンダーミラーか、フェンダーミラー、フェンダー、あ、分かった、はいはいはい、ね、あれだ、あとホイットニー・ヒューストンのフェンダーの、そんなミラー、フェンダーあのボディーガードのね、あの主題歌ボケ殺しついていけてなかった、うん、答えは何ですか、車体が、うん、のお願いします正解は、うん、このボンネット側についてる、うん、ドアミラーではなくて、うん、ボンネット側についてるミラーの、車ってことだよね、正解、ああなるほどね、あのボンネットのね、あ、左右ついてるやつだ、あのタクシーみたいなやつだな、あ、あ、なるほどね、なるほどね、うん、うん、あのこれ、あ、そっか、いや、ま、その前にホイットニー・ヒューストンをまず思い出すまでちょっとね、そこでもジェネレーションギャップを感じましたね、はい、いや、もういきなりクイズを出されたからびっくりしちゃったでも、まだあるんですか、今日はまだまだこんな感じでクイズがクイズあり、歌ありの、じゃあケイシーさんのボケを楽しみに、はい、はい、第2問、はい、違う、バイタリスって何ですか、何だと思いますか、バイタリス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 、うーん、ググっていいですか、はいググったら意味ないよねバイタリス、まあ、ヒントとしては、うん、ちょっと俺のここら辺に似たものがつけると、うん、ラジオ頭の方に、ね、頭の方につける、うん、あれだ、ね、かんざしああ、いや、ナイさんのがないな、惜しいです、カチューシャ惜しいです、惜しい、猫耳、惜しいです、惜しい、惜しいの、惜しいです、その惜しいの、あ、わかった、あは、猫耳で惜しいね、バイタリスですよ、リスの耳さあ正解なんでしょう、お願いしますバイタリスは、まあ、後発量っていうのかな、あ、頭、はい、固めるみたいな、ジェルみたいなワックスとか、ジェルみたいな、ワックスとかね、はい、俺初めて知った、バイタリスっての、昭和で言ったらあのポマードみたいなもんかな、あのちょっとテカテカしてる、バイタリスっての、へえ、それはちょっと知らなかった、これはぜひググってみてください、ググ、これがバイタリスって思う、なるほど、自分も見た時、あ、これがバイタリスなの、ググってみよう、バイタリスね、はい、面白い、でもまあ、あの、とりあえずあの僕らにはあんまりもう縁のないものなんでそうだね、僕たちにはね、あのでも僕らって言っちゃった縁のないものね、うん、でもね、喧嘩売ってるのかなって思っちゃったいや、もうこれがこれ下克上ですよ、ね、これ、じゃあ第3問はついていけてない、第3問は K.O. ボーイのインパラって何でしょう、うん、K.O. ボーイのインパラ、K.O. ボーイはね、 K.O. ボーイはなんか聞きますよね、うん、インパラ、あのでしょ、あの一発で相手を乗す少年のことでしょ、 K.O. ボーイ、そうなんですか、そうだよ、K.O. って言うでしょ、ね、K.O. ボーイでしょK.O. ボーイのインパラ、うん、問題はインパラなんだよね、 K.O. ボーイは OK だからね、うん、インパラ、でもね、うん、これごめん、ちょっと僕分かっちゃった、分かった、うん、もう分かったらどんどん行きましょう、いいですか、もう、うん、はい、もうね、あの皆さんやっぱね、さっきのセドリックだったでしょ、うん、インパラっていうのは外車、外車です、やった、おお、じゃあ慶応一発で打ちのめす少年の外車ってことか、潜ってる外車、ああすごい、いや分かんない、もしかしたらここ見みたいな少女かもしれない、K.O. ボーイ、いや、あ、なるほどね、あ、そういうからね、パンチするもんね、 K.O. ボーイ、 K.O. ボーイをね、うん、答えは何ですか、 K.O. ガールかもしれない、高級車です、インパラ、
慶応ボーイだから、うん、この慶応大学の男の子が乗ってる高級車ってことだよね、うんうん、あ、慶応大学の男の子のことを慶応ボーイっていうの？うわ、俺恥ずかしい、超恥ずかしい一発で慶応するボーイと思っちゃった、超恥ずかしいなるほどね、インパラっていうのが車、インパラがなんか高級車、高級車、俺インパラ知らなかった、知ってた、アメ車みたいな、インパラはそう、なんかインパラちょっと今、あ、もしかしてと思ってから、あ、当時そうだったのかな、慶応ボーイが、うん、イカスケなやつらが乗ってるようなそういう車が、まあまあ、今で言うボンボンみたいなもんですよね、なるほどなるほど、なるほど、そんなやつは負けねえぞという、そういうね、もうね、うん、パンチパンチですよ、やっぱね、なるほど、うん、じゃあパンチだけに次の問題いこうか、はい、はい、第4問は、うん、赤玉パンチって何でしょう、赤玉パンチです、赤玉パンチあと赤玉のような鼻血が出ることかな、あ、なるほどね、うん、もうさ、俺はもうさ、もう子供には言えないようなことしか思いつかないんだからやめましょう、うん、赤玉パンチね、なんだろうな、赤玉、赤玉、どうさ、これは時間制限あるかな、青田みたいな感じなのかな、じゃあ正解を、うん、赤玉パンチはこの赤ワインなんか、うん、その当時流行った赤ワインみたいで、はいはい、なんか、はいはい、男に飲ませるなっていうので有名だったらしい、赤玉ワインのこと、男に飲ませるなっていうワインなの、なんかそういうクレーズがあったみたいですよ、なんかここにいる4人全員なるのふわふわしてんだけどみんなふわふわ、赤ちゃん質問出す人がまずふわふわしてるから、なんでしょうか、赤ワインのことね、赤ワインのことかな、じゃあ、なんか赤ワインのことらしいです、はい、それの、まあ、パンチ、じゃあパンチの効く赤玉赤ワインのこと、まあ、 それから、まあ、それまあね、本当にもう何だろうね、パンチの効いたワインのことなので、本当にまあ赤玉パンチのことこれ今度、じゃあ今度、業務スーパーで探してみよう、はい、いやね、あの、僕らクイズ回答者もういいかなはい、じゃあそんな感じで、じゃあ今度ケイシーさんにお題を、はい、出したいんですけど、はいはいはい、難しいお題考えてきたんですよ、謎かけの、はい、おお、はい、ファミチキでお願いします、ファミチキ、うん、これスポンサーがローソンじゃなくてよかったね、あ、すいませんいや大丈夫ですよ、はい、いいですか、はい、はい、順分順分、はい、順分、はい、参りましょう、あ、すごい、ファミチキとかけまして、うん、ファミチキとかけまして、沖縄のシーミー祭りと解きます、お、その心はどちらも口にするのはジューシーです、ああ、ありがとうございます、すごい、なるほど、うん、確かに、うん、今これはめっちゃ頭にスッて入ってきた、うん、でもこれね、ハミチキじゃなくてエルチキでもいいんですよなるほど、オールウェイズで、オールウェイズ、オールウェイズですね、なるほどなるほど、オールウェイズってことはまあまあそういうことかな、うんとね、はい、できたの、オッケー、はい、はい、オールウェイズとかけまして、うん、オールウェイズとかけまして、うんと、ズボンのサイズを解きます、お、その心は、はい、どちらもツイストが気になります、ああ、あ、そういうこと、うん、ああね、ツイストってあれだっけ、もともとはあのツイストダンスと、ツイストはダンスと、ンス、あとこの腰のこのこう曲げという、うんうん、2つの意味合いと思ったんだけど、ちょっと遠かったかないやー、でもでもまあ一応でも今日はね、でもメインはね、あの、あの流行語なんで、そう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 、流行語ですよ、どんどん虫切ってくださいよ、じゃあ、うん、まあここで、まあ、自分たちが、まあ、前回もちょっと話入ったんですけど、うん、自分たちが今この活動をしていることについてちょっと話させていただこうかなと思って、ぜひぜひ、はい、まあ、自分が今も次の曲もそうなんですけど、自分がギターを始めたきっかけなんですけど、あ、その前に自分がギターを始めたのは小学3年生だから何歳だ、 10歳とかかな、で始めて、あ、もっと低いかな、
8とか9とかかな、若いね、の時に初めて、うん、で、まあ、それが始まりのきっかけだったんですけど、その前に、自分たちがこの松山のゴールドディスク、元ケントスで、曲を聴いて、ある曲を聴いて、ベンチャーズの、ダイヤモンドヘッド、そしてパイプラインとかっていう、もうこのドゥク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 ってところが、もう自分はもう電撃稲妻が走った感じで、もうびっくりして、そっからあの楽器なんだってことでエレキギターを始めた。それが一番のきっかけで、まあ、そっからオールディーズにも興味が出て、エルビス・プレスリーやコニー・フランシス、エディ・コクランとか、たくさんのミュージシャンにオールディーズから興味出て、今の僕たちがあるんですけど、ここみはなんでオールディーズ始めたんだっけ。お兄ちゃんと、あ、前回でも言ったんですけど、お兄ちゃんと松山のゴールドディスクというお店に行った時に、そのオールディーズのライブを見て、小さな子供から大人まで楽しめる素敵な音楽なんだなと思い、オールディーズが好きになりました。はあ、あ、で今ちょっと思ったんだけど、ハマったことといえば、なんか二人でなんかハマってることとかありますか。あ、なるほど、ありますよ、はい、僕ね今 ねキャンプ、ソロキャンにハマってますよ。そうなんですか。一人でキャンプに行くっていう、本当今日も行こうと思ったんだけどね、今日これがあるからさ行かなかったんだけど、明日ちょっとね一人でキャンプ行こうかなって思ってます。ケシーさんはなんかハマってること。あ、そうですね、まあそうね、まあまあ僕ね、まあ、謎かけ以外だけど、自分で動画を撮って最近SNS 上げてますね。ああ、なんかそれでまあちょっとなんかまあね、それはもうそれは急さね、パトカーも走りますわね。いやーもうね、捕まえに来ましたよ。もう僕は外でこれを放送録音してんのかな。キャンプ会場からキャンプ会場からでございます。じゃあそんな、ベンチャーズを今回弾きたいと思うんですけど、はい、そんなベンチャーズ、はい、そんな。じゃあベンチャーズのダイヤモンドヘッド、そしてパイプラインを、はい、続けて2曲を1曲にしてお届けしたいと思います。聴いてください。
ここで、イベントの告知をしたいと思います。まず、12月31日にカウントダウンパーティーに、出演させていただきます。このイベントは一般来場できないんですけど、はい、僕たちは今回初の流行歌に挑戦させていただきます。そして、2月7日、松山イタリアンレストランガーラにて矢沢永吉なりきりライブに出演させてもらいます。出演者は昭和フォークソングベンチャーズバンド、矢沢永吉なりきりバンドデュ&ココとなっております。6時会場6時半開演となっております。チケットは、2500円、50名様限定となっております。受付は開始してますので、ぜひ皆さんお早めに、受付よろしくお願いします。そして、ザ・ロカビリー4ということで、一冊、丸ごと一冊ロカビリーということで、エルビスやストレイキャッツ、チャックベリーなどたくさんの、アーティストが載っています。ぜひ皆さん、今回は、次世代ロカビリーということで、僕たちも掲載させていただいているので、ぜひ皆さん、見ていただけると嬉しいです。はい、で先ほどの、ガラ、あ、先ほどの、なえ矢沢永吉なりきりライブは、ガラにて、予約をお願いします。電話番号は 098-869-2030 となっております。もう一度、098-869-2030 となっております。皆さんぜひイタリアンレストランということで、料理もとても美味しいので、ぜひ皆さん、食事にそして遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。いやなかなかね、うん、いやもうね、時間いっぱいなんです実は。はい、はい、どうでした？とっても楽しかったですね。でこれ何、本、ロカビリーの本なんだね。あ、はい、これ売ってんのお店で？あ、はい、1900円。これ載ってるんですか？お二人が書店とかね、はい、すごいな。はい、うん、本屋さんにみんな行ってくださいね。1900円でね、ロカビリー、これ丸ごと全部ロカビリーの話？はい、もう丸ごとロカビリーとなっております。なるほど、これを読めばもうロカビリーバッチリ勉強できるね。はい、また、こういう情報などは、うん、Facebook にて龍気ここみで、龍気の龍に貴族の木、心が美しいでなっているので、うん、ぜひ皆さん見てください。はいはい、見ましょう。さあとね、うん、もう今日ですね、もう大活躍でございました龍子さん、うん、はい、もう本当にね、もう実際 FM の中でね、やってみたらいいよ番組、うん、本当に、ね、うん、本当本当、うん、どうでした、緊張した？いや、とっても自分は楽しかったですね、はい、もう僕たちも緊張したよさあ時間いっぱいでございます、うん、わらば研究所、この放送は居酒屋フードバイ中福人謎の Y 先生の協賛でお送りいたしました。いい、担当は私ケイシーと七波光純と、そしてディアンのココでした。ありがとうございます。ありがとうございました。また来週この時間にお会いいたしましょう。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。